こんにちは、たばやもです。今日も看護学生生活の難易度を下げる情報を発信します。今日は国試でも詰まりやすい、そして実習でも苦戦しやすいドレーンについてお伝えします。って言ってもドレーンはいろんな種類あります。脳室ドレーンとか胸腔ドレーンもあります。今日は脳室ドレーンや胸腔ドレーンではなく、それ以外の基本的なドレーンについてお伝えします。まずドレーンとは何か。これは体の中から浸出液とか血液などを排出する管やと思っておいてください。手術をした後、浸出液とか血液がその傷から出てきます。なのでそれを外に出すんですね。ドレーンというと出てくる言葉がドレナージです。管から浸出液や血液等を排出することをドレナージと言います。ではドレナージの目的、これは3つあります。治療的ドレナージ、診断的ドレナージ、予防的ドレナージです。まず治療的ドレナージです。これは傷の中にある血液とか浸出液などを排除します。そうすることによって傷の回復を早めます。続いて診断的ドレナージ。これは排液の正常から感染とか出血を判断します。これに関しましては後ほど詳しく取り上げます。続いて予防的ドレナージです。細菌とかが傷に入ろうとします。それを浸出液などを排除することによって感染とか修復の遅れを予防します。ここで予防的ドレナージの代表例として心嚢ドレーンというのを紹介します。まず心臓には心嚢という心臓を覆ってる膜みたいなのがあるんですね。この心嚢には少量の液があります。しかしその液が多くなりすぎると心タンポナーデとなります。これによって心臓の筋肉の外側に重りを背負わされているような感じになります。ということは心臓は収縮しにくくなるんですね。そんな心タンポナーデにならないためにも、心臓の手術をした後はこの心嚢ドレーンを挿入します。それによって心嚢液を多くならないように排出するというわけです。ではドレナージの種類を見ていきましょう。開放式と閉鎖式があります。開放式、これはですね、ドレーンのチューブを切るんですね。3センチほど切ります。その先にガーゼとかを当てます。これによって自然に排液するというわけです。でもこれはほとんど実習とかでも出くわすことはあんまりないです。主流なのはこっちです。閉鎖式ドレナージです。これはバッグなどに浸出液を溜めていくんです。ここからは国試問題向け、そして実習向けとなっています。ドレーンの看護についてです。排液の観察、不安の軽減、取り扱い、この3つに分けてお伝えします。一番重要なのは排液の観察です。まずは量です。1時間あたりどれくらい排液しているかを観察してください。術後何日か経ってくると別に1時間あたりではないんですけども、術後すぐはもう1時間あたりどれくらいかをしっかり見ておきたいですね。具体的には何時にどれくらい貯留してたかを記録に残してください。具体的には1時やったら100まで溜まっていました、2時になったら120まで溜まっていました。ということは1時間あたり20ミリっていうのが分かります。もう一つ、こちらめちゃくちゃ大事です。正常です。排液の正常はチューブの方を見てください。こっちですね。バッグではなくチューブです。正常な経過をたどっていれば、排液の色はまず血性、そして単血性、そして何日か経てば小液性と変化していきます。どんどん薄くなっていきます。ではどういった時に異常か、それをお伝えします。まず血性の排液が1時間あたり100ミリ以上であれば誤出血を疑います。こういった時はすぐに医師とか実習であれば受け持ちの看護師さんにすぐに伝えてください。続いて国家試験にもよく出ます。褐色で悪臭のある排液があれば縫合不全を疑います。これは消化器系の手術の3日目以降からリスクとして上がってきます。なぜ悪臭で褐色があるか、これはですね、消化器系の手術ということは消化管にメスを入れるわけですよね。そしてその消化管、傷がちゃんと塞がっていなかったら消化管の内容物がその傷の隙間から出ていくんです。
それが奴隷に入って褐色になるわけです。続いて緑黄色とか黄色の廃液があれば炭獣炉、要は炭獣が漏れるっていうことですね。これを疑います。これは消化管の手術であっても胆嚢とか胆管を損傷してしまった、その際に起こります。つまり廃液は胆汁の成分なんですね。胆汁炉は非常に怖いです。なぜかというと、解剖整理に戻りましょう。消化器系、もっと言うなら腹部の臓器、これらは基本的に腹膜という膜に覆われています。胆汁が漏れてしまうとこの腹膜に漏れてしまうんですね。すると腹膜は基本的に無菌なので炎症を起こしてしまうんです。これによって腹膜炎が起きます。強い腹痛を起こすんです。ちなみに胆汁について復習しておきましょう。胆汁を作るのは肝臓です。そしてその胆汁を保存するのは胆嚢です。国家試験よく出てきます。続いてドレンの廃液から胆黄色とか白色の廃液があれば乳鼻瘻っていうのを疑います。これは何かというと、甲状腺の手術とか乳がんの手術とかで多いんですけども、近くにリンパ管が通ってるんです。この黄色い管みたいなのがリンパ管です。そこをもし損傷してしまうと、リンパ管からリンパ管の中の液が漏れてしまうんですね。これも復習しておきましょう。リンパ管には何が流れているか。小腸から吸収された脂肪です。これが流れています。脂肪っていうのは白色とか黄色っぽいですね。だからリンパ管を損傷すると乳白色の廃液が出てくるんです。続いて、ここは実習向きとなってるんですけども、国家試験にもたびたび出てきます。不安の軽減です。まず、ドレーンが入っているっていうことは術後早期ですよね。ということはドレーンだけではなくて点滴入ってます。痛み止めの硬膜外チューブっていうのがあるんですけども、これも入っています。さらに膀胱留置カテーテルとか他にもいろんな管が入っています。酸素もいってると思います。ということは管がたくさんあるんですね。繊毛を起こす恐れがあるんです。なので不安の軽減のためにも以下のことを伝えてください。手術の経過、順調であればそのことをお伝えします。もちろん必ず先生とか看護師に聞いて、今正常な経過をたどっているということを知った上で伝えてくださいね。あとは抜去できる見通しも先生がもう見通しを立てているんであれば、それを聞いた上で伝えてあげてください。あとはドレーンの廃液っていうのは術後早期であれば血清です。つまり血が流れているんです。やっぱりそれを見てしまうと不安になります。なるべく廃液を見えないようにしておきましょう。続いて取り扱い、これは国家試験よく出ます。まず粘度の高いもうネチョネチョな廃液であれば詰まる場合があります。なのでミルキングを行います。手袋をつけてチューブをこうやって下に下ろしていくんですね。離床して、そして座った時にもしかしたらドレーンのチューブを踏んでる場合とかあるんですね。なので固定位置とかに配慮して屈曲しないようにしてください。他にもドレーンの取り扱いで危険なのが細菌が侵入して感染を起こす場合があるんです。そのためチューブに貯留しないようにドレーナージを行います。自分が感染源にならないようにドレーンを扱う前には必ず衛生学的手洗いを行って清潔操作で行ってください。そしてドレーン挿入部、要は傷の部分ですね、そこは清潔に保つ必要があります。具体的には滅菌ガーゼなどを当てます。感染しにくいようにするためにもドレーンバッグの固定位置は基本的に挿入部より下です。膀胱留置カテーテルと一緒ですね。ということで国試ポイントをまとめます。よく出るところはこういったところです。まず血清で1時間あたり100ミリ以上の廃液があれば誤出血の可能性があります。褐色で悪臭のある廃液があったら縫合不全の可能性があります。褐色で悪臭が縫合不全です。乳鼻瘻があれば、もっと言うなら白色とか黄色っぽい廃液であればリンパ管を損傷した可能性があります。
甲状腺の全摘術なんかに特に注意した方がいい、そういった合併症です。あとはドレーンもやっぱりチューブなので屈曲閉塞しないように気をつけます。ここからは国家試験問題です。まずは必修からいきましょう。三重が混入していることを示す塗布図の色はどれか。答えは緑です。黒かったら胃の出血が疑われます。赤かったら食道の出血が疑われます。肝臓の機能で正しいのはどれか。答えは3番、ホルモンの代謝です。代謝って言ってるんですけども、厳密には不活化することです。まあこれはいいです。1番の胆汁の貯蔵、これは間違いです。肝臓は胆汁を合成します。貯蔵するのが胆嚢です。小腸で消化吸収される栄養素のうち胸管を通って輸送されるのはどれか。答えは中性脂肪です。リンパ系について正しいのはどれか。答えは吸収された脂肪を輸送するです。胸管で正しいのはどれか。答えは静脈核に合流します。そして4番、主にタンパク質ではなくて脂質を輸送します。リンパ節転移があるということはがん細胞も流入します。術前の検査値で早梢治癒の遅延因子となるのはどれか。答えは1番です。血清アルブミンが少なかったら早梢治癒がなかなか進まないです。胸腔ドレーン挿入中の患者の看護で適切なのはどれか。答えは3番です。ドレーンチューブは排液を流しています。ということで触れた後は手指衛生を行います。会心術後の装着機器とその目的の組み合わせで正しいのはどれか。答えは2番、心嚢ドレーンは心タンポナーでの予防でしたね。回復術後患者の閉塞性イレウスの兆候はどれか。まず答えは1番、排ガスの停止です。そして今回の動画に関連するものとして4番、創部からの血清浸出液。これはですね、時期にもよるんですけども、血清浸出液が多かったら術後出血を疑います。もちろん術後すぐは血清浸出液となります。ただし多かったら術後出血を疑ってください。成人患者の甲状腺全摘出術後における合併症とその症状との組み合わせで正しいのはどれか。まず答えは4番、低カルシウム結晶がテタニーです。そして2番、術後出血、これはドレーン排液が血清となります。もしリンパ管を損傷していたらドレーンの排液は白濁となっています。胆石で胆嚢摘出術後2日の78歳の女性、認知症はなかったが昨夜から面会に来た家族の声かけに反応が鈍かったり、突然興奮して起き上がるなどの行動が見られる。対応で適切なのはどれか。2つ。答えはまず3番、ドレーン類は直接目に触れないようにします。これは繊毛予防のためです。そして繊毛の予防のためにもう一つ大事な対応があります。それは手術のために入院していることを穏やかに説明することです。正常に経過している進行胃がんに対する幽門側胃亜全摘術後3日のドレーンの排液の正常はどれか。
答えは単結成です。術直後であれば1番の結成もありえます。ただし2番の脳性は、これは術後感染が起きている可能性があります。また胆汁用、これは胆管を損傷した場合、胆汁が漏れる危険があります。はい、切除後24から48時間で術後合併症が考えられる所見はどれか。答えは3番です。そして何が考えられるか。これは1時間に100ミリ以上なので、誤出血が疑われます。甲状腺がんのために、甲状腺全摘術と頸部リンパ節郭清術等を受けた患者の術後管理で正しいのはどれか。答えは3番。ドレーンからの乳鼻瘻の有無を観察します。甲状腺の全摘術後は、首の方にドレーンが入っています。そしてそこはリンパ結構流れています。なのでリンパを損傷していたらリンパ液が流れるんですね。なのでそれの有無を観察しましょう。 A さん、45歳男性は便に血液が混じっていたため受診した。検査の結果、直腸がんと診断され、自律神経を部分温存する低位前方切除術が予定されている。術後6日、ドレーンから茶褐色で悪臭のある排液があった。 A さんは体温 38.2 度、呼吸数20、脈拍82であった。 A さんの状態で最も可能性が高いのはどれか。まずここがヒントとなります。術後6日でドレーンから茶褐色の悪臭のある排液があります。しかも体温が高いです。答えは縫合不全です。腸の内容物がドレーンから出ていっているということです。なぜ出ていくか、これは傷がちゃんと塞がっていないからです。48歳の男性、職場の健康診断で大腸がんが疑われ来院した。検査の結果、下部直腸に腫瘍があり、低位前方切除術が施行された。術前に自覚症状はなく、入院や手術は初めての経験であった。腹腔内に留置している閉鎖式ドレーンから褐色で悪臭のある排液が認められた。考えられる状態はどれか。ここがヒントとなります。答えは縫合不全ですね。先ほどの問題の当てたらもう分かりますね。もしこれが血清であれば術後出血も疑われます。もちろん量が多かった場合ですけど。A さん、56歳女性主婦は胆石症と診断され、腹腔鏡下胆嚢摘出術予定で入院した。 A さんは身長152センチ、体重70キロである。 A さんは数年前に脂質異常症を指摘されたが治療は受けていない。 A さんにその他の突起すべき既往歴はない。看護師が手術オリエンテーションを行い、術後の入院期間は5日程度であると説明した。これに対して A さんは、1年前に妹が同じ手術を受けたが、食事はしばらく食べられず、3週間以上管が抜けなかった。自分にも妹と同じ合併症が起こるかもしれないと心配そうに話した。 A さんが心配している妹に起こった合併症はどれか。ここがヒントとなります。胆石症、そして手術は腹腔鏡下胆嚢摘出術、そして管、なぜ抜けなかったのでしょうか。答えは2番、胆汁漏です。胆汁が漏れて腹膜炎を起こす恐れがあったので管を挿入していました。ということで2番の胆汁漏が正解です。ということで本日の動画は以上となります。動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、友達や後輩の紹介お願いします。 Twitter、Instagram で毎日国試問題を出題します。概要欄からフォローの方お願いします。皆さん、国試まで残り2ヶ月を切りました。もうとにかく問題を解く、そしてそこそこの理解で問題を解いていく。とにかく問題を解いていけば合格できますから、しっかりやっていきましょう。それでは今日も見ていただきありがとうございました。